ハンニバル、ハンニバルバルカ、ハンニバルバルカ、紀元前247年、紀元前183年、紀元前182年はカルタゴの将軍、ハミルカルバルカの長子。ハンニバルはバールの恵みや慈悲深きバール、バールは我が詩を意味すると考えられ、バルカとは来光という意味である。 第二次ポエニ戦争を開始した人物とされており、連戦連勝を重ねた戦歴から、カルタゴが滅びた後もローマ史上最強の敵として、後世まで語り伝えられていた。2000年以上経った現在でも、その戦術は、研究対象として、各国の軍隊組織から参考にされるなど、戦術家としての評価は、非常に高い。チュニジアで流通しているゴディナール紙幣に肖像が、 使用されている。第一次ポエニ戦争で、シチリアを共和制ローマに奪われると、ハンニバルの父、ハミルカルは、当時未開であったイベリア半島の植民地下政策に乗り出す。そして植民都市カルタゴのオアを建設し、イベリア人諸部族をまとめて、兵士を集め、軍隊を養成した。ティトゥス・リウィウスによると、ハンニバルが父に同行を願い出た際、父はハンニバルを、 バールの神殿に連れて行き、息子に一生ローマを敵とすることを誓わせたという。ハミルカルの死後、ハンニバルは、ハミルカルの娘婿でありぎりの兄にあたるハシュドルバル、の登で少年期を過ごす。紀元前二百二十一年に、ハシュドルバルが暗殺されると、ハンニバルはまだ二十六歳ながらも、軍隊に司令官として指名され、カルタゴから承認を受ける。そしてイベリア半島戦線の指揮を取り、 エブロ川南方の制圧に着手した。当時カルタゴは、ローマとエブロ川を境界として、相互不可侵条約を結んでいたが、ハンニバルの力を恐れたローマは、エブロ川南方にある都市、サグントゥム、現、サグントと同盟関係を結び、彼の進出を阻止しようとする。しかし、ハンニバルは、サグントゥムを、包囲攻撃し、8ヶ月後に陥落させた。ローマは、 ハンニバルの行動を条約違反としてカルタゴ政府に懲罰を要求したが、ハンニバルの絶大な人気の前にカルタゴ政府は彼に対して何の手も打てなかった。紀元前218年、ハンニバルはカルタゴの大和を出発。はじめ、ハンニバルの軍勢は、不評90-00人、リベア兵60-00、スペイン兵30-00、キ騎ウ兵12-00、 ヌミディア兵主体、ウ三十七頭、カルタゴの伝統通り多数の傭兵が含まれていた。ハンニバルは、エブロ川を渡ったところで、不評十、0 0 0人、騎兵零0 0人を、ピレニエ山脈からエブロ川までの守りに残し、また遠征に不安を抱いたスペイン兵は帰還させた。ハンニバルの軍勢は、不評十、0 0 0騎兵九、零0 0 戦像十七頭となった。これを引き、ハンニバルはピレニエ山脈を越え、ガリアに入った。ローマは、ハンニバルのガリア侵入に気づいたが、深い森林のために、すぐに彼の軍勢の所在がわからなくなった。ハンニバルは、ロール川を渡るにあたり、騎兵を上流から先発させて、対岸のガリア人を相当し、妨害を排除したが、とかは危険であり、 多くの犠牲が出た。ここで、ハンニバルの軍勢は、不評、騎兵合わせて46、00まで減った。戦争も30等は健在だったようである。この都下の際、ロールの下流を巡回していた、ハンニバルの騎兵500が、ハンニバル軍を探索するローマ騎兵300と戦闘になった。策敵していた、ローマの失政官、プブリウス・コルネギウス・スキピオが、現地に駆けつけたが、 彼の到着の3日も前にハンニバルは、とかを終え、アルプス山脈に向かっていた。この、ハンニバルのアルプス山脈越えのルートは詳しくは、分かってはおらず、現在でも歴史家の間で意見が異なっている。ともあれ、ハンニバルは、山中のガリア人を驚かせるために、戦像を先頭にして、行軍を始めた。途中で遭遇した、ガリア人には、敵は、ローマ人だと伝え、 基本的には金品を送って懐獣した。雪が降るほどの寒さや疲労、狭い山道と崖など、行軍は困難を極めたが、彼らはアルプスを越えた。イタリアに到着した時点で、ハンニバルの軍勢は、不評二万、騎兵6000にまで減った。ついにハンニバルは、イタリア半島へ進軍し、ローマの元老院を驚愕させる。第二次ポエニ戦争、別名。 ハンニバル戦争、紀元前218年、紀元前201年の始まりであった。ローマは、ハンニバルの攻撃は予測していたが、まさか、アルプス山脈を越えて侵攻してくるとは思ってはおらず、イベリア半島での戦闘準備を行っていた。失勢官のプブリウス・コルネリウス・スキピオは直ちに、ハンニバルの動きを阻止すべく、ローマ軍を出動させるが、ティキヌスの戦いで、 ハンニバルに撃破され、スキピオ自身も負傷する。ローマ軍の敗北を見るや、周辺のガリア人部族はハンニバルに協力し始めた。ハンニバル軍は続く、トレビアの戦いでも、もう一人の失勢官、テベリウス・センプロニウス・ロングスもを破る。こうして、北、イタリアに、勢力基盤を築き上げると、ハンニバルはさらに勢力を拡大すべく、紀元前217年の春に南下を開始し、 エトルリアに侵入する。これに対し、ローマでは、新たな失政官、グナエウス・セルウイリウスとガイウス・フラミニウスが再び、ハンニバルの進路を阻もうと進軍するが、トラシュメヌスコハンの戦いで、敗北、二人の失政官は戦死した。この勢いに乗じて、ローマの同盟都市に離藩を流すため、ハンニバルは、南イタリア、マグナグラエキアへ向かった。ハンニバルは、戦勝を材料として、 同盟都市を離反させ、その上で、ローマを滅ぼすという戦略を立てていた。戦勝の中で、ローマ本軍とその捕虜には厳しく接する一方、同盟都市の捕虜は低調に偶して、ローマからの離反を促すメッセージを託して、即時釈放するなど、工作を重ねていたのである。そうした戦いの中、不衛生な商宅地の行軍などにより、薬病で左目の視力を失った。 ここに至ってローマは非常事態宣言を発令し、クイントス・ファビウス・マクシムスを独裁官に任命する。ファビウスはハンニバルと対峙しつつ直接の戦闘は避けるという方針で臨んだ。ハンニバルはアプーリア、現在のプーリアを荒らし回り、カンパニアへ進軍したが、ファビウスはハンニバル軍に接近するものの、ハンニバルが戦いの火蓋を切ろうとすると退くということを繰り返し、 紀元前216年、ローマの執政官にガイウステイレンティウスアローとルキウスアイミリウスパウルスが当選した。このうち、ファビウスの先方に不満を持つアローはハンニバルに対し、果敢に立ち向かって行く。ウアローは、ローマ軍を増強し、同盟都市からも兵を募って、ハンニバルのいるアプーリアへ南進した。しかしハンニバルは、ウアロの請求さを利用して、決戦に持ち込み、 史上有名な艦内の戦いで、ローマ軍をンプなきまでに叩き潰す。この戦いでは50-00から70-00人のローマ兵士が戦死あるいは捕虜になったという。失勢官パウルスと、次期失勢官に内定していたもの2名が戦死、さらに2人のクワエストル、48人のトリブヌスミリトムが戦死し、ローマは一度の戦闘で指導者層の25%を、 失うという過去に例のない乾杯を喫した。これ以降、ローマはハンニバルに対して消極的な戦法に徹することになる。勝利したカルタゴ側では余勢を買って一気にローマを攻略すべきだという意見があり、特に騎兵隊長のマハルバルが強く進言したが、ハンニバルは工場兵器や兵艦の不足という戦略上の理由から首都ローマへの進軍を選択せずに、 ローマ同盟都市の離反を図ることを決定する。この時、マハルバルはハンニバルに対し、あなたは勝利を得ることができるが、それを活用することは知らないと言ったという。ハンニバルは、紀元前216年に、カプアを紀元前212年に、タレントムを離反させ、シチリア島のギリシア人都市を反乱させるなど成果を挙げたが、それらを除いては目立った成果を挙げられず、 以後イタリア半島では一心一体の膠着状態が続く。蒸気の戦勝を背景にした工作にも、ローマと同盟都市の結束は崩れず、このことがハンニバルの戦略的誤算としてたたっていく。白草のヒエロニモスと同盟したハンニバルはカルタゴ本国に補給を要求したが、カルタゴ政府はこの戦争に対して、はじめは日和みの立場をとっており、 政界権をローマに握られているせいもあって、ハンニバルは本国とうまく連携することができなかった。ファビウスの消極戦法は次第に効果を発揮し、ハンニバルの行動はカンパニア領内に封じ込められるようになってきた。これに対してハンニバルは紀元前215年にアンティゴノス朝のピリポス後とも同盟を結び、ローマを内外から圧迫してゆく。 だがローマはハンニバルをイタリア半島に封じ込めながら、国外の敵対勢力を格好に撃破、無力化してゆく。紀元前211年に、プブリウス・スキピオがハンニバルの本拠地である、イベリア半島を攻略、また、ギリシアのアイトリア同盟と結託することで、東方マケドニアのピリッポス五世の抑えとしている。ハンニバルは、紀元前210年、アプリアに進撃するが、同年に、 タレントムを失ってしまう。また、紀元前208年には、六里を攻略するローマ軍を蹴散らし、失勢官、艦、マルクス・クラウディウス・マルケルスを戦死させるものの、タレントムの損失は大きく、補給の応募つかない彼の行動地域は制限を受けてしまう。さらにローマが、ルカニア地方、サムニウム地方を取り戻すと、南イタリアでのハンニバルの戦略的な主導権は奪われてしまう。 紀元前207年、ハンニバルは再度北上して、アプリア地方を制圧。ここで、イベリア半島から精神する、弟、ハスドルバルの支援を待ったが、ハスドルバルは、その途上に、メタウルスの戦いで戦死してしまう。さらに、ハンニバルと行動を共にしていた弟、孫のリグリア攻略失敗、またピリッポス後セとの連携の失敗などによって、 南イタリアでの主導権回復の術を失う。このようにローマはハンニバルの指揮下にない敵対勢力を徐々に削り取っていった。ハンニバルがアプリア地方に封じ込まれる中、ローマではヒスパニアで功績を上げたスキピオが後世に転じようとしていた。シチリア島を占拠した後、彼はそこを拠点にして志願兵を募り要請していたが、 ナ内の戦いの失敗から構成への転換に踏み切れない、元老院は当初スキピオに渡航許可を与えなかった。曲折を経て、ようやく元老院の許可、実際は黙人であり、スキピオへの援助、援軍は約束されなかったが出たスキピオは、軍勢と共にアフリカに渡航する。いきなり、ハンニバルを無視して本土に現れた敵に、カルタゴ政府は驚き。 ヌミディア王国のシュ主クス率いる騎兵を援軍として戦うが敗北した。この敗戦に狼狽したカルタゴ政府は態度を一変してローマとの急戦交渉とハンニバルの召喚を拡作、急戦交渉は成立するか見えたが、ハンニバル召喚の露見によって急戦交渉は保護となった。ともあれ紀元前203年、ハンニバルは十数年ぶりに五国カルタゴに戻ることとなった。 スキピオは、先の海戦で、ヌミディア王主ファクスを追撃して王位から引きずり下ろし、ローマ側についていたマシニッサをヌミディア王に即位させていた。これによって、今まで重要な騎兵兵力をヌミディアに依存していたカルタゴ軍は、ローマに対する騎兵の優位を失った。このような状況の中、ハンニバルはスキピオに直接交渉を打診し、紀元前202年10月19日、 ハンニバルは退治する領軍の前でスキピオと会見した。ハンニバルはスキピオに対してローマとカルタゴは相互不可侵とし地中海を境に北をローマ領とし南をカルタゴ領とするという休戦条件を提案する。しかしスキピオはこの度の戦争はハンニバルのザグントゥム侵略が発端だと指摘ローマ人はカルタゴ人を信用できないと拒否する。個人的には 互いの才能を高く評価していた二人であったが、交渉は決裂した。ザマの戦いはそれまでのハンニバルの戦いと異なり、不評ではカルタゴ有利なものの騎兵ではローマ軍に劣るという状況であった。この劣勢を覆すためにハンニバルは戦闘に戦像を配備した。敵に戦像がいることを知ったスキピオは、軽装不評で編成されている。 不評中隊を広い間隔で配置し、直進しかできない戦像を回避させ、無力化することに成功した。大集団の密集した重装不評を機関とするカルタゴ軍は、機動力に勝るローマ軍の騎兵に後方から攻撃され、また全面からはローマ不評に包囲されて大敗した。これによって、カルタゴの地中海での優位性は完全に失われ、第二次ポエニ戦争は、 カルタゴの敗北に終わった。第二次ポエニ戦争後、カルタゴは、ローマの同盟国になることを強要され、膨大な賠償金を課せられ、国の善とも危ぶまれた。しかしそれまでカルタゴの政治を牛耳っていた貴族たちが、権勢を失い、敗軍の将であるハンニバルの帰り咲きが可能になった。彼は戦闘に立って、母国の経済立て直しを図る。 ハンニバルは行政の長であるスッフェトに選ばれ、改革の陣頭指揮を取る。まず名誉職に過ぎなくなっていたスッフェトの権限を回復し、自分に権限を集中させた。ついで、カルタゴの行政母体である104人委員会の改革に着手する。直接選挙によって議員を任命することとし、また民衆の支持を背景に議員の任期を就寝から2年へと変更した。 ハンニバルの行政改革は効果を上げた。そして改革の結果賠償金返済を完遂し、彼は軍人としてのみならず政治家としての手腕の高さも証明した。続いてハンニバルは国力の回復を目指すが不可能と思われた賠償金の返済をやり遂げたことが逆にマルクス・ポルキウスカとケンソリウスをはじめとするローマのハンカルタゴ派の危機感を募らることにもつながってしまった。 また、ハンニバルの改革は効果的ではあったが、かなり強引なものでもあり、カルタゴ国内にハン・ハンニバル派の対頭を許してしまう。ハン・ハンニバル派は、ハンニバルがシリア、セレウコス朝と内通しているとローマに残言し、ローマは事実関係を究明するために調査団の派遣を決定した。身の危険を感じたハンニバルは、カルタゴを脱出し、亡命のため、 シリアをアンティオコス三世のもとへ走った。セレウコス朝では、アンティオコス三世の軍事顧問として、意見を愚信した。ともされ、シリアがローマとの戦争に突入した際、ハンニバルは、シリア軍の参謀の一人として、ローマと対峙するが、若い指揮官や王に疎まれて、意見は採用されず、エウルメドン側の戦いで、シリア軍将軍アポロニオスとの連携不足のために、敗北する。 そしてセレウコス朝自体もまたマグネシアの戦いで大敗を喫してアンティオコスは降伏を余儀なくされた。確かにハンニバルはローマを滅亡の淵まで追い込むことに成功した。しかしローマはハンニバルと戦うことでハンニバルの包囲殲滅戦術を身につけマケドニア戦争やローマシリア戦争にも干渉するほどの強大な存在となっていた。シリア戦争の後、 ハンニバルは、ローマの追ってから逃れるために暮れた島、さらに、国海沿岸のビチュニア王国へと亡命した。しばらくは、ローマ側もハンニバルがビチュニアへ泊まっていたのを知っていが、元老院の使者として、ビチュニアを訪れたティトスクインクティウスフラミニヌスは、ビチュニア王、プルシアス一世に対し、ハンニバルの身柄の引き渡しを迫った。これを察知したハンニバルは、逃亡を図ったが、果たせずに自害した。 奴隷に首を絞めさせたとも、毒薬を仰いがとも伝わっている。なお、没年は、紀元前183年か、紀元前182年とされるが、ハンニバルのかつての公敵主、スキピオアフリカノスもローマ元老院の弾劾を受けて、政界を退き、ローマを離れた地で、紀元前183年に没している。ハンニバルは、ローマ史上最強の敵として、 ローマ人の記憶に残った。ハンニバルにまつわる記述のほとんどは、後世のローマ人によるものであるため、当然ながら、ローマの敵として、彼の能力は高く評価れつつも、人間味のない恐るべき将軍として書かれている。多くの記録には決まり文句のように、彼は残虐気はあまりなかったと書かれており、ティツスリウイブス、さらにキケロデサえも、そのような表現を使っている。 後世のローマ人は彼を偉大なるローマに立ち向かった、同じぐらい偉大な意見すべき強敵として認識していたようで、このカルタゴ人の像を町の中心地に混流するというようなこともあった。ザマの戦いから数年後、エフェソスに亡命していたハンニバルは施設として同地を訪れたスキピオと再会し、しばし言葉を交わしたというエピソードがティゥスリウィウスによって伝えられている。 スキピオが史上最も偉大な指揮官は誰かと問いかけると、ハンニバルは第一にアレクサンドロス大王、第二にピューロス、エペーロス王、そして第三に自分だと答えた。スキピオが重ねてザマの戦いであなたが私を破っていたらと問うと、アレクサンドロスを超えて私が史上第一の指揮官になっていたと率直に答えたと。とはいえ、ハンニバルの用いた包囲殲滅戦術は、 現代の陸軍士官学校でも必ず教材として使われるほど完成度の高いものである。またリウィウスのローマ誌によればハンニバルはこう語ったという。いかなる超大国といえども長期にわたって安泰であり続けることはできない。国外に敵を持たなくなっても国内に敵を持つようになる。外からの敵は寄せ付けない眼犬そのものの肉体でも、 体の内部の疾患に苦しまされることがあるのと似ている。後にローマではポエニ戦争の勝利に伴う社会構造の変化にうまく適応できず内乱の一世紀と呼ばれる混乱の時代が訪れることとなる。ラテン語には戸口にハンニバルがいた危険が迫っていたという意味の格言がある。転じて、イタリアでは今でも子供が悪いことをするとハンニバルが来て ナタを連れて行ってしまうよと叱ることがある。ハンニバルが未だに恐怖の代名詞となっていることが伺われる。他方、ローマ人に制圧されてきた国では、彼らがカルタ語の光栄であると稲とを問わず、ハンニバルを英雄として称える場合がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。